それではここからはその高速フーリエ変換ですね、ファーストフーリエトランスフォーメーション FFT という話をしていきたいと思います。でまずこの話をするにあたってはいくつか基礎事項が必要で、まず1の原子 N 乗根というのが出てくるので、これを確認しておきます。1の原子 N 乗根なんですけど、ここからは K を対としまして、で K の元オメガが1の原子 N 乗根とは、オメガの N 乗が1に等しく、かつ、N 未満の K に対してオメガの K 乗は1に等しくないということで、オメガの N 乗で初めて1に等しくなるような数のことを1の原子 N 乗根というふうに呼びました。でこれは例えば K が複素数体で、N の正の数と値としますと、1の原子 N 乗根オメガ N というのは、皆さんご承知の通り、エクスポネンシャルの 2πi オーバー N と表せることも分かっていると思いますし、それからあと1の N 乗根はですね、この1の原子 N 乗根の形状ですねという形で表せることもよくご存知かと思います。でこれの 1の N 乗根の性質っていうので、これから使われるものをいくつか確認しておきますと、例えば N が0以上、K が0以上の時に、オメガ1の DN 乗根の D 形状っていうのは1の N 乗根の形状に等しいとかですね、いう性質があります。例えば M が偶数の時には、1の M 乗根の2分の M 乗がマイナス1になる、いう性質もよく使われます。それからと、N がですね、偶数の時には、1の N 乗根の2乗というのが1の2分の N 乗根に等しいといったような性質もよく使われます。それからと、3つ目はですね、それほど自明ではない性質なんですけれども、相和補題という性質で、一応テキストの方には証明が載っていると思います。これは、N を整数の整数、それから K を整数としたときに、1の N 乗根の KJ 乗の、J が0から N-1 までの和ですね。この和が0か N のどちらかになるという性質で、N が K の倍数でないときには0に等しくなり、N が K の倍数であるときには N に等しくなると。そういう性質があります。でちょっとこれはまた各自で確認しておいてください。はい、次にですね、この離散フーリエ変換について、まず説明しておきたいと思います。離散フーリエ変換は英語ですとディスクリートフーリエトランスフォームと呼ばれるので、その頭文字を用いて、DFT というふうに、呼ばれております。余談ですけど、筑波大学が早期150年とかいうことで、新しいスローガンが出たみたいですよね。今までイマジン・ザ・フューチャーだったんですけども、それに加えてデザイン・ザ・フューチャー・トゥギャダーっていう、デザイン・ザ・フューチャー・カンマ・トゥギャダーっていうキャッチコピーを出してきたみたいで、でそれがなんでしょうね、デザイン・ザ・フューチャーだから、DTF ・カンマ・ T とかになって、見た瞬間に、なんだこれ DFT に近いなとかちょっと思ったんですけれど、そういう話も出てるみたいですね。で、はい、すみません、ちょっと話しとれましたけど、まずこの離散フーリエ変換なんですけど、まずこの AX というのを、複素数から複素数への関数としたときに、この1の原子 N 乗根オメガ N に関する、F の離散フーリエ変換というのは何かというと、この、A の1からですね、オメガ N の N-1 乗までの値を代入した、こういう一連の関数の評価した値を求めることを、この、オメガ N に関する F の離散フーリエ変換と呼びます。だから、言ってみればその関数の値を評価するということですね。この1の、原子 N 乗根に至るまでのその、原子 N 乗根の N-1 乗まででこの関数を評価するというのが離散フーリエ変換です。でここからはこの離散フーリエ変換の一連の評価をですね、効率化するためのアイディアを
紹介していきたいと思います。でそれがこれから述べます高速フーリエ変換です。高速フーリエ変換はファーストフーリエトランスフォームの略でして、頭文字を取って FFT と呼ばれます。でここからはですね、AX は、2の形状ですね、2の形状時の、まあ、多項式と、あ、2の形状、高々2の形状時ですね、N を2の形状として、まあ、N 未満の次数の多項式ということにします。こちらにありますように、AX をですね、N-1 次以下の、1次の多項式と置きまして、で係数はそれぞれ、A の N-1×X の N-1 乗から点々点ときて A1X プラス A0 という形で表すことにします。で、これをこんなふうにこう分けるんですけど、どういうふうに分けるかというと、この最初のまとまり、最初のこの括弧でくった項には X がかかってるんですね。で、後の方には X がかかってなくて、その、どういうふうに分けたかというと、その奇数字の項ですね、最初のまとまりは、この奇数字の項が最初にまとまりに来て、それに X をかけていると。それから、残りの項は偶数字の項をまとめていると。まずこういうまとめ方をする点に注意してください。で、この時に、その、奇数字の項をですね、奇数字の項に対して、この X の、これ、次数をこう変えるんですね。2分の n 乗 n-1 乗から点々点ときて、a2 の x プラス a0 というふうに変えて、それから cx、これ偶数字の項ですね、ごめんなさい、偶数字の項、それから奇数字の項も、a の n-1 の x の2分の n-1 乗から点々点ときて、x1 というふうに変えますと、この ax というのが、この上の b と c にそれぞれ x2 乗を代入して、b の x 乗プラス x×c の x 乗という形にまず分けることができます。で、この時、この形でですね、この1の原子 n 乗根を代入して、そのたくさんの値の評価を行おうというんですけれども、で、ここから分かるのはですね、まず a、このオメガ n の形状を a に代入した値を求めようとすると、これが実は、この最初の B の多項式に、これ、2分の N 乗根ですね、2分の N 乗根の形状を代入したものを求めて、で、後ろの方は、この C の多項式に、やっぱり2分の N 乗根の形状を代入したものを求めて、C の方にこの N 乗根の1の原子 N 乗根の形状をかけれたものを加えればよいということにいう式が得られるんですね。で、しかも、この B に、オメガの2分の N の形状を代入するとか、あるいは C にオメガの2分の N の形状を代入するとかっていうのは、再帰的にまた多項式を割って、多項式を分けてですね、計算を進めていくことができるというのが一つの特徴です。それからもう一つの特徴は、この A の、オメガ N の2分の N プラス形状ですね、すなわち、これは複素平面で、その下半分にあたるその、オメガ N のべきの計算なんですけれども、それには実は上半平面の、計算結果の、複素協約を取ればよいということで、実質的にはその上半平面の点に対するそのA の値ですね。AX の値を評価すれば、それが、下半平面の計算、点に対するその多項式の値の計算にも使えるということが言えます。ということで、ちょっと最初に聞いただけでは、なかなか意味がつかみづらいかもしれませんので、またちょっと後でテキストなども見ながら、ちょっとゆっくり理解していただきたいと思うんですけれども、本質的なアイデアはこういうアイデア で、これを踏まえて、これからその FFT のアルゴリズムと、それから計算例を示したいと思います。で、一応、ここからはアルゴリズムなんですけれども、アルゴリズムは FFT で、変数としては E と、それから1の原子 N 乗根と、それから AX ですね、という多項式を通ることにします。
それで、出力はこの AX のオメガ N1 の原子 N 乗根に関する、DFT を返すということにします。あと E はこれは、次数に関するあのべきで N が、まあ、今2の E 乗で与えられたものとします。で、計算なんですけれども、まず、E が0であればこの A 自体を返しなさいと。で、そうでなければあの BX として、この、BX は偶数字の項ですね。AX の偶数字の項を並べた多項式を返す、取りなさいと。だから CX としては、AX の奇数字の項を取ってきたあの多項式を取りなさいと。で、それに対して、この BX と CX に対して、それぞれまたこの FST のアルゴリズムを呼ぶんですね。で、まず、そうやってまずこの Y と Z を計算して U に1を代入します。それからこの7番のステップではこれループになるんですけれども、まずこれ、A の部分では、その、まあ、上半平面のですね、あの、A、の点に対する値を計算しなさいと。で、B のステップでは、その下半平面に対する、その、まあ、複素約を取りなさいということで、あと C に対し、C に関しては、この、なんでしょうね、上半平面のステップを一つ進めていきなさいということで、まあ、これぐらいのステップの繰り返しで、この、単位円上のですね、1の原子 N 乗根の形状に対する、この、AX の値というのを順番に計算していくと。で、最後の、8番のステップで、その、求まったですね、関数の値をまとめて返すという仕組みになっています。まあ、とはいってもですね、ちょっと、最初に聞いてもなかなか分かりにくいかと思いますので、一応計算例もちょっと示したいと思います。